きょうもロシア政治に詳しい京都産業大学の河原地秀武教授にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今ですねロシア軍着々と侵攻を進めてまして、うん、まあ今夜にも首都キエフ陥落してしまう可能性もあります。でこちら攻撃のですね地図をまとめました、ご覧ください、うん、もう全土ですね、うん、であのキエフそして第二の都市ハリコフそしてオデッサクリミア半島、大量のロシア軍がですねこの南からそしてハリコフ東からそして北から入ってきています。その中でチェルノブイリ原子力発電所、これキエフまでベラルーシの国境からですね90キロから100キロほどなんですが、この途中にあるところなんですが、ここを制圧しました。先生、これあの捕虜を今後収容する目的もあるんじゃないかと見られます、ね。はい、まあ、そうですね、あの進撃のためにまずそこで体制を整える、その後、まあ、キエフを制圧しましたら当然あの向こうの兵をみんな捕虜としますので、そこへとりあえず置くという、まあ、そういう用途かなというふうに私はあの推測しております。ただまあここまでのこの展開の速さにちょっと驚いてるんですけれども、はいはい、このスピード感というのはどういうふうに見てらっしゃいますか。はい、まあ、正直言って我々専門家もここまで早くいくとは思わなかった、もっと交渉すると思ってましたよね。しかしまあこれだけの展開、しかもかなりあの順調に来ているところを見ると、はい、もう相当早くからもうプーチン大統領もうこういうことを想定し準備を固め、まあ、キエフを落とす、まあ、そこまでもう想定済みだったんだなということがわかります。もう近くにまでですね戦車がもう入ってきてるですね、はい、もうこの空をですね制圧して、はい、今度地上入ってきた、はい、もう首都陥落までこれも今日中と見ていいんでしょうか。まあそうですね、結局ねこれはゼレンスキー大統領が降伏を認めれば、そして、軍に、ね、武装解除をみんな、ね、うん、命令すれば終わりますけれど、はい、まあ、今徹底抗戦を唱えてますですよ、はい、そうすると泥沼化しますよね。つまり終わりようがない戦いになりますから、はい、ああ、じゃあ民間に犠牲者がやはり出てしまう可能性も出てきているということですね。そうですね。で、プーチン大統領ですね、今後、まあ、首都キエフを、まあ、陥落制圧して、はい、一体何をしようとしているのかをまとめています。こちらです。はい、まず24日のテレビ演説ですね、罪を犯した人々を裁判にかけるんだと。この対象者は大統領そして大臣軍の司令官など、まあ、高官たちですねと見られています。そして傀儡政権でウクライナを支配する、まあ、選択がありますね。で、NATO の加盟しないってことを誓わせる、もしくは憲法に明記させる、このようなシナリオが先生一つ考えられるということですよね。はい、そうですね。まあ、ただこれは、ね、軍事侵攻する前の、まあ、条件ですから、うん、ここまで来たらそこではもう収まらないですね、うん、もっと要求は高まっていると思います。はい、それがもう一つがですね、もうウクライナを分割するんじゃないか、はい、ということが今ですねロシア国内で言われてまして、一つがですねあの自称人民共和国というところの含めて、はい、クリミア半島も含めたニューロシア、そしてキエフ含めたですね小ロシア、ここをですね、まあ、独立なりさせて、はい、いずれはロシアに併合しようと。そしてリビウ、今キエフが首都ですけど、こっちに首都を移してウクライナの方はこちらにお住まいくださいよ、はい、的なもうプランがですね考えられているということなんですよね。はい、はい、まあ、あの我々からするとね、他人の国を分割する、まあ、本当に侵略としか言いようがないんですけれども、ただプーチン大統領のメンタリティからするとウクライナそのものがもう独立国だという意識がない、本来はロシアの一部だということなんですね。で、まあ、ここでもう少し言いますと、まあ、我々あの冷戦時代とかソ連時代の、あのね、秩序に戻るんじゃないかなというふうに考えますけれども、実はプーチンはそのソ連時代の秩序すら否定している。この間の国民へのスピーチの中でもあのソ連時代レーニンがウクライナという行政地区を作ったこと自体が間違いだったと、本来はここはロシアであったんだという言い方をしています。では今のあの3つの想定ですよね、はい、どれが一番可能性が高いと考えられますか。はい、まあ、あのここまで来ますと、はい、まずあのそのニューロシア独立を宣言したところを含めた東部ですよね、まあ、ここはもうあのロシアに併合、要するにクリミアと同じ扱いです。併合をする。それから、はい、その次、一旦、まあのね、そのキエフを中心としたところ、うん、これ小ロシアというのもやはり19世紀的な言い方でね、ロシアはそこをそんな風に呼んでたんです。ですからここもいずれは併合です。うん、ただ、リビウを中心としたところ、ここはあの19世紀の秩序まではいわゆるハプスブルク王朝、あのどちらかというと西側の文明圏。うん、
ローマカトリックを受け入れた地区だと、はい、だからまあここは彼らウクライナね、ロシアに従わない者たちはじゃあここは独立国として差し上げても、もう差し出してもいいんじゃないかというようなことを専門家が議論してましたね。ですから首都はリビウになると。ということはそれがまあ一気にというよりかは段階的にそういうふうな戦略でいるということなんですね。そうですね、まあ、一旦は独立をさせてその上でまあ様子を見ながら併合していく。ただまあプーチン自身はウクライナそのものが本来ロシアなんだという発想でいますので、まあいずれはあるいはそっくり可能ならばロシアに併合というところまで考えているんだろう。アメリカはですそれが NATO 一緒ですね、ウクライナにも部隊派遣しないと、もう直接的な関与はしない、間接的に武器の供与とか部隊の訓練とかは引き続き行っていくということなんですけれども、それは NATO 入ってないからということになります。でゼレンスキー大統領はもちろん助けてくださいということを言ってるんですけど、表立ってはできないということが挙げられます。でアメリカの世論もロシア軍と戦うために軍を派遣すべきですかと反対が大勢を占めているということで、国内の世論もバイデンさんは意識しているということが挙げられますね。まあ、ですからプーチンからしたらここら辺が民主主義国の弱さですよね。結局世論に引きずられて政治家は何もできない、そこをもう彼はもう大体見て取ってますよね。それ結局経済制裁が切り札としてこれしかないんですけれども、こちらにこの国の影があるんですね、中国です。で侵攻自体にはもう肯定もしなければ非難もしないという立場なんですけれども、経済制裁自体には反対をしてるんです。でこれで一体何が起こるかということなんですけれども、こちらです。ロシアはもう中国が最大の貿易相手国です。要は中国さえいれば何とか食べていけることができるという状況ということを表しています。でつい先日なんですけれども、小麦、中国がロシア全域からの輸入を許可した、もう拡大したということですね、輸入量を拡大したということになります。でもう一つがエネルギーです。これ石油のラインもそれから天然ガスのラインもロシアから中国に今急速に広がっているんですね。特に天然ガスなんですけれども、2014年にクリミア併合して欧米が制裁かけましたよね。それ以降やっぱりロシアが中国に歩み寄って急速に建設が進んでいるということなんです。なので中国はですね、このロシアからのガスや石油を買ってくれるから、そして食べ物の小麦も買ってくれるから生きながらえることができてしまうと、経済制裁が弱まってしまうということなんですよね。はい、本当にその通りですよね。で我々経済制裁というとまさに国際世論が寄ってたかって、まあこうね、ずっとロシアを制圧しようとしているように、まあ、追い詰めようとしているように見えますけれども、実は自由民主主義国というのは世界の国々の中では少数派でしてね、むしろ非民主的な専制主義的な国の方がずっと多い、まあ、中東にしろ南米にしろ。ですから決して孤立していないし、これからは非民主的な体制の国々をまあ、ロシア中国が束ねていく、むしろ多数派になっていく様相すらあるような気がします。本当にエネルギー一つとってもですね、実は日本はエネルギー、天然ガス特にですね、多角化を進めてきてロシアからの輸入量も増やしてるんです。 LNG というのは液化天然ガスで、天然ガス液化したものなんです。だけれど もう経済制裁を行うんだったら、ここがなくなる、この 8.2% ですね、なくなることはもう覚悟しなくてはならないということと、あと国際社会がですね、一致団結してですね、経済制裁を行えるかというところがあるんです。一番強力なのはやっぱり世界の銀行の決済システムからロシアを排除して、まあ、ドルでの輸出入、これロシアが禁止されてしまうと、それこそ天然ガスも買ってもらえないという状況になるんですが、これは当然欧米諸国もダメージを受ける、日本もダメージを受けるということなんですが、一致団結できるんですかというところがありますよね。はい、まあ、それが、ね、非常にできない。実は NATO ですら、まあ、トルコという国、これ NATO の国ですよね、ロシアの兵器を買っている国なんです。ですからもう NATO ですら足並みが揃わない。そしてトランプ大統領の時に確か、まあ、彼はもうこのままだったらアメリカの負担が大きいから NATO を離脱するぞとアメリカ自身が言ってる。でまたヨーロッパ諸国もアメリカに対する不信感を一時強めましたよね。ですから NATO 自身がそんなに結束力がないですよね。もう一つちょっと気になることがありまして、それこそ軍事の面なんですけれども、はい、ロシアと軍事同盟を結んでいますベラルーシの国ですね、はい、でこれあさってです、今月27日核を保有するかどうか国民に問う
国民投票を実施するんですね、はい、憲法改正で。これもし国民の理解が得られるとするならば、はい、もちろん当然後ろ盾はロシアです、はい、ロシアの域外に核兵器を置くことができてしまう、もう NATO とベラルーシは接しています、はい、でこれウクライナがロシアにですね、まあ、併合なり、まあ、独立とかするとすると、はい、この核の動き先生どう見てますか。はい、まあ、あのですね、まあ、あの実はちょっとあの言うと今一番お尻に火がついているのはルカシェンコ大統領ではないかと思うんです、うん、つまりこのままウクライナがずるずるとロシアに取り込まれていくと次はベラルーシもロシアに併合される恐怖がありますよね、うん、ですからルカシェンコはもう徹底的にロシアに忠誠を使う、その代わりなんとか独立を保つ、うん、だったらばもうロシアの核は受け入れますよね。で、まあ、あのベラルーシがそれをまあね、受け入れたら次はウクライナにロシアはまた配備する、もうこれはあの西側 NATO にとっては最大の脅威になりますよね、はい、ということはこの国民投票は賛成という結果になる可能性が高いということですか。そうですよね、これがね、まあ、我々の常識が通用する民主主義国家だったらね、否定するだろうと思いますけれど、はい、まあ、結局はヨーロッパ最後の独裁国と言われている国です。ですからね、それはもうやる以上は、国民投票やる以上は通るからやるんだと思いますね。でそうすると NATO 側はですね、はい、この核の配置ですね、ええ、にこう計画に伴う何か対抗策打つ手はあるんでしょうか、はい、まあ、ここでね、まあ、我々が、まあ、プーチンが常識が通じる人間だと考えるならば核を配備するぞと脅しながら、まあ、少なくとも、旧東欧、あたりからまあのですね、あのアメリカ軍を撤退させようと、その条件を述べならば核配備は待ってもいいぞという取引をするかもしれませんですよね。まあ、今日中にも、ね、ロシア軍の戦車が首都キエフを攻撃する可能性があるということで、また事態が動きましたらお伝えしていきます、はい、ここまで河原氏教授にお話を伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。